サニーイチロの聞くよチャンネル。イチロです。今回の聞くよチャンネルは、出世のために生まれてきた人、室宿です。部屋を意味する室と書いて室宿。カリスマ性があり、自信家で人を魅了します。大きな仕事をするための豊かなエネルギーを持って生まれてきた人ですので、堂々と腹を据わった生き方をした方がいいです。実践型なので、トライアンドエラーの繰り返しをしていくことがいいでしょう。人のためにというより、お金とか人気に目を向け、活躍の場を自分でつかみ、がむしゃらに出世していく人。激しい人ですが、おっちょこちょいなところがあったり、本質的には優しいので許されてしまうところがあります。注意する点です。ワンマン、自己中心的になりがちで注意です。周囲への気配りが大切です。話を聞く姿勢と心がけを持つことです。自分の思いを押し付けるところがあり、ありがた迷惑と思われてしまうところも。恋愛運、結婚運です。恋愛には困らない人です。親しい仲間と気ままに過ごしていくうちに恋が芽生えることが多く、出会いの機会がなくても焦ることはありません。女性はアゲマンと言われています。心と心のつながりを重視するお友達のような気持ちで、仲が良い夫婦が多いです。子供への愛情もとても深い人です。女性は生活力があり、男性はちょっと浮気性なところがあるため、離婚も多いので要注意です。女性は結婚してからも仕事を続ける方が良いようです。宿用で人生を豊かに、あなたのそばに宿用。イチロでした。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。